でこの結構顔周りはあのツイストバンドって言って、なぜやるかっていうと結構後つきやすいんですよ、この1本目っていうのが。でこれ見ていただくと分かるんですけど、これツイストされてるバンドなので、これも YouTube でよければ見てください。はい、YouTube TV。こんにちは、札幌占い美容師の山口のことです。今日も、モデルさんを、やらせていただこうかなと思うんですが、線カットの方で結構中を疲れちゃったんですよ、はい。で、それで、ちょっと収集がつかないのと、癖でこっちがこう跳ねちゃう、中の方がちょっとなくなっちゃってるんで、パーマをかけたいなというふうに思います。はい、ということで、パーマをかけていきたいなと思います。で、長さはモデルさん伸ばしてるので、長さはちょっと揃えるぐらいで、まあ、通常のパーマでいこうかなと思うので、だいたい5時間の方が1時間半かな、カットとパーマで1時間半で終了します。はい、これからパーマをやっていくんですけれども、結構中がそがれちゃって毛が見るとちょっとない状態なんで、ここをパーマでちょっとごまかしていきたいと思います。で、大体通常パーマっていうとカット込みで2時間半から3時間ぐらいかかるメニューなんですが、それを1時間半で終わらせます。はい、ということで、今日使うのはこちらポンプですね。これも100均のポンプなんですけど、使い方とかは作り方ですね、が、まあ、もし講習会とかでお伝えできたらいいかなと思います。こんな感じです。泡塗布していきます。で、まだシャンプー前の状態で、基本アフターシャンプーします。で、この状態に、こちらの薬剤をつけるんですが、この薬剤も、はい、講習会とかでもし機会がありましたらお伝えします。まずつけます。前髪もいいですよね、かけちゃって。はい、大丈夫。まあ、ダミーなんで、ちょっとまあ中間巻きしていきますね。ボリュームを出すためですね。はい、このような感じにボリュームが出せます。で、全部巻いちゃうとダサくなっちゃうので、ここだけにします。そしてこっちも同様に、このちょうどこの鉢が張っているこの骨格のところは避けてください。その横を取るような感じですね。で、このような感じです。はい、で、ここを、そのまま付けます。
で、ここはボリュームが出せるところですね。なんでここはボリューム出すためにアールピニングを先にしておきます。アールピニングっていうのは、動画ちょっといろいろ探してみてください。アルピニングはこういう感じですね。これ今痛いですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ行きます。で、あとはここはかけちゃうと鉢が目立ってしまうラインなんで、ここはもうニュアンスですね。表面のところは、ここって一番表に出てくるところなので、自分がどういうふうにかけたいかっていう部分で、やっていきます。はい、じゃあこの毛、そしてこの横の毛で最初に分け取って、髪の本数をですね、簡単に言うと同じ本数にしておけばいいんですね。でこれ同じ本数にしておいて、はい、でこれをどうやったら可愛いのか、こうやった方がいいのか、フォワードの方がいいのか。ただ今回のモデルさんの髪の量とかこのベースカットの状況を見ると、あまり変にリバースとか入れちゃうとパサつき系が出ちゃいそうなんで、今回普通にフォワード、これが一番ベストだと思うんで、もうあえて普通に巻いていきます。はい、中間巻きのフォワードにしましょう。で、巻いていきます。はい、今度ここですね。ここも中間のフォワードです。中間フォワード入れていきます。でこの時もスイングを入れた方が、このまま巻くよりもスイングを入れた方が根元がしっかり収まるんですね。結構講習会でも薬剤知識は講習会で作れても、実際にその講習会に出て、じゃいくら売上が上がったのかなとか、全然ただの自己満で終わってしまうことが多々あると思うんですけど、実際講習会で、をやることによって確実に、お店の売り上げとつながるっていうような講習会を、まあ、東京の方でやりたいと思ってるんで、その時はぜひ参加してみてください。なんで、僕商材を釜石とかはもう本当に一般のディーラーさんが扱ってるような商品を使っていくので、個人で僕が生意気売るとかではなく、一般の薬を使ってどこまでできるのかっていうのをやっていきたいと思います。目的としては、結構シンプルに、あんまりいろんなものを使わないで、シンプルに仕事した方が絶対効果がいいというか結果がいいので、スタッフにも伝えられやすいですし、複雑にしないで簡略化した状態でより時間のコストを削減して売り上げを上げるっていうような、そういうような感じです。ちょっと目閉じてください。ここはクリームで塗るんですが、目を閉じてもらってください。そうしないとちょっとね、目に入っちゃうと危険なので。でこの結構顔周りはツイストバンドって言って、なぜやるかっていうと結構後つきやすいんですよ、この1本目っていうのが。でこれ見ていただくと分かるんですけど、これツイストされてるバンドなんで、これも YouTube でよければ見てください。これはなぜかっていうと、この前髪のところにクレパスをつけなくするためですね。だから、まあ、ここもやった方がいいかもしれないですね。はい、ツイストバンドはこのようにして5回転させてそのままかけます。そうすることによってゴム跡がつきづらくなるんですね。その後アルピニングします。でこの、まあ、うちはやり方なんですけど、ターバンしないんですね。で通常美容室でターバンするじゃないですか。その時間がもそももったいなくて、ターバンするとどういうことになるかというと、こういうところが浮いてきたりとかして跡がつくんですね。でまあやっぱお客さんもあんまりいい感じじゃないですし、この状態でもうアルピニングをして保持します。多分もうかかってると思うんですけど、もうちょっと時間は少し置いてみたいと思います。あ、ごめんなさい、あと顔周りもできれば、今ちょっと僕これ省略しちゃったんですが、顔周りも結構この辺が危険なので、
ここも、ツイストバンドした方がいいですね。なぜかというと顔周りのところって跡がつきやすいので、ここをツイストバンドでアルビニングします。こちらも同様ですね。特に顔周りが結構目立ちやすいんで、はい、でアルピニングをしていきます。まあ、デジタルパーマもうちも、まあ、デジタルパーマではないんですけど、デジタルパーマ風のデジコアパーマっていうのがあって、まあ、そういうふうにやったりはするんですけど、髪の状態に合わせて、まあ、必要な時にはやるんですが、基本的にはあとドライングパーマっていうのは、ちょっと動画でお見せすることはできないですけど、ドライングパーマとかどれもですね、結構シンプルなやり方なので、あまり複雑化してないです。カットもそうなんですけど、なるべくシンプルに誰でもできるような状態を、やっていってるかなと思います。で、これ今全部アルピニングした状態なんで、この状態でラップもあえてしないんですね。で、この状態で時間を置くんですね。多分もうあの巻いてる間でかかってると思うんで、ちょっと1本ここでテストをして、ウェーブのチェック方法としては、巻いたロットが、例えばじゃあこのロットで巻いたとしたら、カールの大きさがこれの2倍出ていればそこで OK ということになります。なのでこれで巻いたのを取って、このぐらいのカールの大きさが出ていればそこでチェック OK ということになります。まあ、かかりやすいかかかりづらいかで多少変わってきちゃいますので、ちょっと1回チェックしてみたいと思いますね。はい、で今これがカール出てるんですが、ちょっと分かりづらいかどうか、今これがそうなんですけども、ここを、こういう風にしていただいて2個分出てるのか、今もうすでに2個分出てるんでこれでもう OK なんですが、まあ、一応ですね、ちょっと心配なので、いや合ってるな、合ってますね。いやもうこれで終わりです。で、なぜこれで終わりなのかっていうと、ちゃんと理由もありまして、中間推薦しても一時期薬剤の残留というのは絶対行われるんですね。なのでこれで流したとしても残留してます。ですのでもうこれで、流してしまいます。はい、ではシャンプー台に行きます。ちょっと早いですけど、はい、どうぞ。今もう巻き終わった状態で、巻き終わった時点でもうすぐ中間水栓入りました。なんで放置時間ないですよね。なかったですよ、ほとんど。はい、びっくりしましたね。ちょっと一瞬で終わっちゃったって感じです。はい、でここからは、何をやるかっていうと、乾いた時のウェーブ効率を上げるために、このまま放置します。で、熱も特に入れず、このまま放置して、それから水洗に入った、水洗じゃない、それから二液処理に入っていきたいと思うんで、とりあえずこのまま放置します。自然放置ですね。はい、ここで熱入れてしまうと結構、まあ、いろんなやり方があって熱入れる場合もあるんですけど、熱入れるとちょっとパサついちゃったりとかすることもあるし、まあ、熱の入れ方でもいろいろ変わるんですけど、今回はウェーブ重視でいきたいので、このまま置きます。はい、なんでこの状態で5分から10分ぐらいちょっと置かせていただきます。はい、でこれ今二液を、つけ、もうちょっと上がれそうですか、いきますか。はい、すみません。で、今二液つけてる状態なんですけど、自然放置からの二液になります。でシャンプーしてないんでこの後シャンプーはしますね。で、アウトしていきます。こんな感じで、なんでね、パーマ自体が本当に楽というか、なんかパーマってすごいメニューの中でもちょっと面倒くさいなっていう感じもあるかもしれないけど、僕結構パーマってカラーと多少変わらないぐらいメニュー的にはなんか楽勝のメニューというか、まあ髪質にもよりますけど、まあこういう通常のパーマであれば
余裕です。余裕というか早くできるんで、今開始して1時間でここなんですよ。でパーマも終わるんで、だいたい約1時間ぐらいで巻いてから、終わる感じですね、時間で考えると。はい、であとカットする、カットドライカットで行くので1時間半で終わる感じですかね。カットはそんな多分時間かかんないんで、約時間では1時間半というような感じになりますね。で早ければいいっていう問題でもなく、でも早くやりながらもしっかり髪の必要なところに必要な薬剤を浸透させて、やっていければいいかなと思うのと、あんまり時間かけてると結局の話パーマの一材っていうのが毛髪に残ってますから、早くやってあげた方がいいこともあるんですね。なのでそこは時短、あと時短のポイントとしてはやっぱり時間単価を上げるってことですね。美容師のゴールって時間単価を上げることも一つのゴールだと思うんで、時間単価を上げる。でやっぱりこの正直な話、僕もそのこの地域で、まあ、今札幌の小谷という場所なんですが、ちょっと札幌の場所よりも少し郊外になります。なのでやっぱりその単価を上げていくっていうのもかなりやっぱお客さんの、自分の自信がないっていうのもそうなんですけど、お客さんの負担もすごく大きくなってしまうんですね。で今まで来てくれたお客様のこともありますし、まあ進展にあって単価を上げることも考えたんですけれども、だったら自分がそれだけ、作業量を多くして、時短をしながら、単価を上げる、お客さんに負担をかけるんじゃなくて自分に負担がかかるかもしれないけど、そこで単価を上げるっていう、同じ2時間だったら2時間でもより意味のある2時間をお客さんと共有していければいいな。でそしてお客さんも無駄な時間を作らず、2時間なら2時間でパッと終わって、自分のプライベートのことに時間を使っていただければっていうことで、ウィンウィンの感じではないかなと、僕はまあそういうふうに考えるように今回変えましたので、よりスピードを重視にですね、やっていこうかなっていうふうに思っております。なのでなるべく、削減できるところは削減していきたいなっていうところもありますね。結構鬼のように乳液は使うんですが、やっぱり乳剤をしっかりつけていかないと僕はダメかなと思うんで、ちょっとですね、これは講習会とかで機会があればちょっとお伝えしたいと思うんですが、これはちょっとですね、ある荷材を促進させるものだったりしますね。はい、だって本当に多分すごくシンプルな仕事だと思うんですね。時間を早くやるってことはイコールシンプルな仕事じゃないと結構難しいんで、シンプルにやることによって下のスタッフ、それからアシスタントにも仕事を伝えることもできますし、シンプルだからこそちょっとした間違いも分かることができるし、そしてシンプルだからこそ必要なものが見えてくるんで、それをプラスすればいいだけだと思うんで、あまりごちゃごちゃしないでなるべく単純そしてシンプルに仕事を進めていけた方が僕はいいかなというふうに最近思っています。で、このような感じでチェンジリンスしながらこれからシャンプーをしていくんですけれども、はい、乳液を浸透させている状態で、シャンプーをしていきます。でしっかりですね、このパーマの、一液、このパーマの一液が毛髪の内部に入っております。そのパーマの一液を、しっかりですね、この二液によって、ちょっとこう反応をしっかりすると
まあ、これシャンプーをねちょっと混ぜてますけれども、はい、でこの状態からシャンプーをして、これからシャンプーをして、カットに入りたいと思います。では切ります、はい、で今パーマ大体ここで1時間なんですがパーマがかかりました。で結構パーマかけたら意外といい感じになってしまったんですが、ただ今回のポイントとしては長さはモデルさん伸ばしているということなので長さは切れないんですけども、ただ毛先が細すぎるところはちょっとこういう重さを出した方がもっとよりフォルムが綺麗に見えてくるんで、カット引き出して切るというよりももう量はつけませんからこの状態から。なので左右がちょっとバラバラなんですけど軽い方に逆を合わせてしまうとまた余計なちょっとマイナスになってしまう可能性があるんで、ショーバルタンの方を使って今回は毛先のニュアンスだけをちょっと作っていきたいと思います。なのでは、い、今日も撮影の方が終わりました。今日は、切るところがねあまりなかったんで毛先にブラウンとちょっと入れてフォルムを調節したりしたぐらいなんで、ドライスタイリングまででスタイリングまでやってだいたい1時間半かなぐらいですね。で、仕上がりました。なんか意外とね結構ここら辺かなりカットで削がれてたんですけど、パーマをかけたらいい感じになりましたよね。はい、ということです。シェアとかいいねしていただければ僕のモチベーションが若干上がりますんで、お願いします。では今日もこれで終わります。じゃあバイバーイ。